炭酸チャンネルのバーチンも小田原城を守るでござる。徳川殿、なんとかならぬか。信長殿もお市の方もいなくなったので、秀吉がやりたい放題だ。秀吉が20万の軍勢で小田原城に攻めてくるようだ。本田殿の強いのはよくわかっている。北条氏政、頑張れー。